私はミカ、29歳、アラサー、独身 OL やってます。彼氏募集中です。私は事務職の仕事についているのですが、私の会社にはそれはそれは厄介な人がいるのです。その人の名前はみどりさん。みどりさんは私の同僚で、早くに結婚し、出産のために一時期会社を産休で休んでいました。半年前にようやく復帰したのですが、子供が生まれてからは人のものをくれくれするくれくれママになって帰ってきたのです。前はそんなんじゃなかったはずなのに。帰ってきて1ヶ月が経った時のこと。これが地獄の始まりでした。ミカさん。みどりさん、どうしたの？今日インスタ見たよ。そうなの？ありがとう。でさ、アップしてた写真にちらっと写ってたんだけどさ、ミカさんっていい炊飯器使ってるのね。そうそう、友達が電気店で働いてるからおすすめを紹介してもらったの。いいな。ねえ、お願いがあるんだけど。ん？何？その炊飯器ちょうだい。え？ちょうど最近うちのが壊れてさ、いいのないかなって思ってたの。ほら、うちって子供も旦那もいるでしょ。炊飯器ない生活ってほんと困るのよね。え？今炊飯器ないの？そうなの、まだ買ってないのよね。そうなんだ。だからミカさんのとこの、よければ欲しいな。いやいや、冗談きついって。私も炊飯器ないと困るしさ、新しいの買いなよ。いいじゃん、ミカッチ独身なんだし。ミカッチ？まあ独身だけど自炊はするからさ。だからごめんね。ケチ。それからしばらく経ったある日のこと、私が会社で業務をこなしていると、みどりさんがやってきました。あれ、ミカッチスマホ変えたの？みどりさん、仕事は？今休憩中。休憩中ってまだ仕事し始めて30分しか経ってないけど。集中できないときは息抜きしなきゃ。ま、そんなことはどうでもいいんだけどさ、これ最新の機種じゃない？うん、まあね、新しいの欲しかったから。いいないいな、私もこれにしたいと思ってたんだよね。そうなんだ。うん、これちょうだいよ。は？いやいや、ちょうだいって、私だってスマホないと厳しいよ。あ、確かにそうだよね。なら私のスマホと交換しよっか。は？いや、そういうことじゃなくて。中のSIMカードさえ入れ替えれば使えるもんね。うわ、古いスマホと新機種が交換できるなんて夢みたい。いや、私まだ何も言ってないけど。子供のおもちゃにしてたスマホだけど、ミカッチそういうの気にしなさそうだもんね。だから無理だって、いい加減にしてよ。最近くれくれひどいから。ケチケチしないでよ、私たちの仲でしょ。いや、どんな仲だよ。そんなやりとりをしてると、課長が他部署から戻ってきたので、みどりさんはすぐに自分のオフィスに戻っていきました。ふぅ、課長ナイスタイミングだわ。それからしばらくはくれくれ光線が続きましたが、私もスルーしてなんとか逃れていました。そしてみどりさんが復帰して半年が経った現在、事件は起きたのです。私は新調したパソコンを使っていると、じろじろとみどりさんが私のパソコンを見にやってきました。みどりさん、そこにいられるとパソコンの画面が見えないんだけど。というか、パソコンと顔近いから。あら、ごめんね、ついついパソコン見てたら顔が近くなっちゃった。いや、近すぎでしょ。目悪いの？老眼なの？やだ、私まだ29歳よ。いや、一応嫌味なんだけど。うん、何か言った？ううん、何も。っていうかさ、このパソコン今すっごい流行ってるやつだよね。うん、本当は違うのが欲しかったんだけど、友達に勧められて、機能性も良かったからこれにしたの。いいないいな、私もね、今パソコン欲しくて、いいのないかなって思ってたところなの。そうなんだ。ね、このパソコン私にちょうだい。は？このパソコンもらう代わりにさ、私のパソコンあげるからね。いやいや、みどりさんのパソコンかなり古いじゃない。それとこれの価値はかなり違うから、はいどうぞってあげられるほど簡単なものじゃないのよ。高価なものだからちょうだいって言ってるんじゃない。そんなこともわからないの？え？
ニカッチは未婚だし、守るものもないから、そうやって後先考えずに新しいものをどんどん買えるけどさ、私には子供がいるからそうもいかないのよ。ここで働いてもらってるお給料も、ほとんど子供の洋服代やおもちゃ代に消えてるの。そんな流行りのパソコン買う余裕はないのよ。だから、私にちょうだい？いやいや、私だって少ないお給料から少しずつ貯めて新調したんだよ。家族がいないんだから、すぐ貯金なんてまたできるでしょ？ね、だからもらってあげる。じゃあ、みどりさんは強引に私のパソコンを自分のデスクに持って行き始めたので、私は阻止しようとみどりさんの手をつかみました。すると、みどりさんが私の手を振り払おうとして、腕を大きく回した瞬間に、パソコンを落としてしまったのです。あ、パソコンが！あうあ、ミカさんが手を掴んだりするから、私、知らないと。パソコンは幸いなことに無事でしたが、傷がついてしまいました。新品のパソコンが、ひどい。私はついに我慢の限界。何を言ってもくれくれ言ってくるみどりさんに反撃することにしたのです。私は仕事終わりに課長に呼び出されたので、課長のもとへと行くと、ある提案をされ、私は心よく引き受けることに。翌日、私はふと嫌な予感がしつつ出社すると、そこにはちょうど私のデスクにあった小物やパソコンを脇に挟んで、抱きかかえて焦っているみどりさんの姿が。何してるの？ミカ、これはその、何かと思えば、今度は人のパソコンと文房具を勝手に持って行こうとしてるわね。違うわよ。だってまた新しくしたんでしょ。机に置いてるもんだからちょっと借りようと思っただけじゃない。って、焦ったのか驚いた拍子に手を滑らせた緑はまたも別のパソコンを私の目の前で落としたのです。最低。別にわざとじゃないわよ。何を偉そうに。あんたはお金あっていいわね。新しいパソコンなわけないじゃん。昨日のパソコンだって新調したばっかなのに、新しいのがすぐに買えると思う？これ、私が持ってるパソコンより高いのよ。え、ミカッチのパソコンじゃないの？違うわよ。これ、課長のパソコンだから。は、課長？課長って、うちの部署の課長？それ以外に誰がいるのよ。課長が昨日、私とみどりさんの話を見てて、これしばらく使ってもいいよってすぐ貸してくれたの。課長もすごいいいやつを買ったばっかりだから、よかったら試してみるって。立ち上げてみたら別に壊れてなかったし、幸いなことに傷ついただけで終わったの。これは課長のパソコンだし、高いからって思って置いてたのよ。それなのに勝手に使って、しかも同じことするなんて。嘘でしょ？私どうしたら。知らないわよ。修理費はもちろんだけど、もしかしたら課長から損害賠償を請求されるかもね。そんな。いつも人のものをくれくれするからこうなるのよ。何かあれば子供のせいにしてさ、子供を産むのを望んだのは自分でしょ。それなのに子供のせいでお金がかかるって言い訳ばっかり、おかしくない？そんなに自分のものが欲しいなら私にくれくれ言うんじゃなくて旦那さんにねだるのが普通でしょ。というか、子供にお金がかかるなんて言ってる割にはいい車乗ってるわよね。プリウスだっけ？あれいいわよね。私貧乏だからあんな車乗れないの。私もあの車に乗りたいから、中古でいいからちょうだいよ。はあ？家族で使ってるしあげるわけないじゃん。そうだよね、普通はそうなるでしょ。それをみどりさんは私に同じことしてるんだよ。自分で気づかない？それは。そんな話をしていると、ちょうどいいタイミングで課長が出社。笑顔で私のパソコンを持ってきた課長でしたが、みどりさんの足元に落ちたままのパソコンを見た瞬間、鬼のような顔に。みどりくん、ちょっといいかい？課長、これは違うんです。何が違うの？私のパソコンを壊したのが君ではないとでも？君、昨日も同じことやってたよね。これは今、私が通りかかって来てみたらこうなってて。はぁ？そうか、じゃあ会社の防犯カメラを見てみようか。そうすれば犯人が君じゃないと証明できるよね。それは。
これ30万はしたからな。もし使い物にならなかったら新しいものを買ってもらわなければな。30万？給料より高いじゃないですか。そんな金額払えないですよ。うん、やっぱ君だね。防犯カメラは必要なさそうだな。では、みどりくん、行こうか。は、いやー。結局みどりさんは課長室へと連れて行かれ、ぽってり説教されました。もちろんみどりさんはその日、真っ青な顔をして家へと帰宅することに。それから数日後、さらに不運なことに、みどりさんのスマホに着信が。家が、火事？みどりさんは電話を切った後、すぐに会社を早退していきました。その後、話を聞いたところによると、ぼやになったと家族からの電話があり、急いで帰ったのだそう。原因というのが、どうやら古いスマホだったようで、いろんな人からスマホをもらっていたそうで、そのうちの一つが発火してカーテンなどが燃えたものの、家族の方がいてすぐ消火できたそうです。子供にもそういったものを触らせていたのが発覚し、旦那さんにはこってり説教された後、子供を連れて別居されたのだそう。それからの私はくれくれ同僚からも逃れることができ、新調したパソコンで仕事もはかどり、今は充実した毎日を送っています。古い電子機器には本当に注意しないといけませんね。本日午前9時に電車内で29歳の会社員女性が持っていたモバイルバッテリーが床に落ちて出火し、一時電車が止まりました。電車はすぐに最寄りの品川駅に到着し、乗客はホームに避難したため、幸いにも怪我人はいなかったそうです。当時別の乗客がペットボトルの水をかけて消火に当たったそうです。え、これって？女性に話を聞いたところによると、以前にも似たようなことがあり、家で出火したことがあるとのことでした。まだ懲りてないのね。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。